剣と心を賭してこの戦いの人生を完遂する。それが拙者が見出した答えでござる。ここに全ての流浪に剣心が覚醒する。プレイステーションポータブルで巻き起こる壮大な剣劇、流浪に剣心のドラマをこれ一本で体感できる。操作性も格段にアップし、誰でも迫力の戦いが可能。信念と魂の駆け引きはさらに熱くなる。本作では新旧の流浪に剣心を網羅、アニメカット300枚以上を使用した充実のストーリーモードを搭載。テレビアニメ版はもちろん、新京都編など自分好みの観点で物語を楽しめる。やがてお前は巴の笑顔を永遠に失ってしまう。追憶編、清掃編などの過去のあらゆる名場面も登場する。大切なものを守るためこの刀を取る。戦いでは総勢30キャラ以上の剣士を操ることが可能。この目に映る人々を守るためにここで倒れるわけにはいかぬ。俺は負けねえ、絶対に負けられねえ。今の一撃申し分なし。覚悟はいいな。敵前逃亡は指導不覚悟。御庭番衆をお頭としてただ全力を尽くすのみ。我が心眼に生きれぬ技などない。そろそろ本気でいきます。所詮この世は弱肉強食、死という罰によってのみ償われる。さらに新規参戦キャラクターも続々登場。その自信保てますかね。鬼は満州で最も恐れられたわしに挑むとは。だから言ったろ、焦らずともいずれ戦うことになるとな。ウヌに勝てる道理はない。イエホークリートの術、ヒカハチ包囲陣。よろしく死ね。過去に映像化されたあらゆる物語をコレクションできる完成の章、その数なんと500種類。流浪に剣心のドラマの数々をこれ一本に徹底凝縮。今ここに流浪に剣心は完全に覚醒する。この刀を振るうことができなくなるその時まで拙者は必ず戦い抜く。流浪に剣心明治剣客ロマンタン完成。8月30日発売予定。同じ値段でお得な初回限定生産、百花仕様をお見逃しなく。